空飛ぶ船ノルノ。この不思議な船の乗員たちは特殊な力を秘めた能力者で、はあ、ななみちゃんどうしました？ノルンももう3年目突入。このあらすじにもみんな飽きたと思う。あらすじで飽きられてしまってはこの先どうしたらいいか。私たち二人前座を仰せつかったのですから、来られないミコトちゃんたちの分まで頑張りましょう。うん、頑張って盛り上げる。いけない、遅刻遅刻。食パンを頬張りながら通学路を駆ける女子高生久我美琴かっこ18。そんな彼女を待ち受けるのは、ななみちゃん、それは他のあらすじです。ノルンは学園ものではありませんよ。違う、これはただの学園ものじゃない。サスペンス、オカルト、コメディ、SF、ロマンス、すべてのジャンルのいいとこ取りした超最高傑作。ごっくり。それは面白いのですか？ノルンよりも面白い。何言ってんだお前ら。ああ、ナナミと小春の漫才もうちょっと見てたかったのに。ツッコミ不在の漫才はハラハラするだけですよ。すみません。いや、頑張ってくれてありがとな。ん？ロンはどうした？裏で寝てる。アズマがいないから怒られなくて済むだとよ。もうまったくあいつは。あの二人がいないとこんな感じになるんだね。それだけ大事な存在なんだよ。俺もさ、いつも抱きしめてる子がいないと寂しい。退場させてあげようか。よく寝た。おはよう。それじゃみんな揃ったところで、ノルンノネットファンシフルタイム。みんな今日は俺たちと一緒にとびっきりの時間を過ごそう。審判を終え、私たちは元の旅に戻りました。皆さんと前よりもずっと仲良くなって、旅は一層楽しくなりました。皆さん本当に優しくて。よいしょっと。あともう少しで肥料を運び終わりますね。頑張らないと。小春、ダメじゃないか、そんな重たいものを持って。かけるくん、いい、このくらい平気です。あまり無理をするな。こういう重労働は男に任せるものだぞ。ほら、貸すんだ。小春さん、お言葉に甘えて僕らは休憩しましょう。おいしいお菓子買ってきました。ここは千里をこき使って終わらせるから、君は休んでおいで。皆さんの優しさはありがたいのですが、ここまでしてくださるのはやはり私が頼りないからでしょうか。ミコト、ここにもいないか。ああ、サクちゃん、やっぱりお嬢さん部屋にも戻ってなかったよ。そうか、どこに行ったんだろう。ああ、今日は愛を語り合う約束をしてたのに。語り合うものがないのに、そんな約束は成立しないだろう。生み出し育むことができるのが愛だよ。もっともサクちゃんみたいなお子様にはわからないだろうけど。イツキの場合は
愛じゃなくて煩悩だろ。はあ、いつもならここいらでお嬢さんが喧嘩はやめなさいって入ってくるところなんだけど、似てないけどね。そうだね。止めてくれる人がいないと本当に樹を船から突き落としかねない。やめてよ、そういう冗談に聞こえないこと言うの。とにかくお嬢さんが心配だ。他のみんなにも聞いてみよう。いいか、布団を干すときは間違っても叩くんじゃねえぞ。中の綿をダメにするだけだからな。わかった、絶対叩かない。暖かいお布団のために。おい、布団持ってきたぞ。ああ、じゃあそこの物干し竿にかけてくれ。これでよしっと。じゃあ次は布団叩きの出番だな。おとまるさん、お布団は叩いちゃダメ。え、なんで？あ、もしかしてお前もやりたい？布団叩き一つしかないから、これが終わったら貸してやるよ。あのな、布団ってのはそんなに叩くもんじゃねえんだよ。あ、そうなの？さすがアキト、主婦の知恵だな。誰が主婦だ。じゃあロンにも教えてやんねえと。向こうで他の布団をやってくれてんだ。珍しくあいつも働いてんだな。つか布団叩きは一つしかないんじゃなかったのか。うん、だから拳と足で。拳と足。もう一丁、もう一丁、もう一丁、もう一丁。てめえは何してんだ。布団を干してるんだよ。布団を殴ったり蹴ったりするやつがあるか。サンドバッグじゃねえんだぞ。ごめんごめん。あ、でもこれ人を挟んだらストレス解消にぴったりだ。人を挟むな。てめえにストレスなんかたまるわけねえだろ。そんな時は甘いもんが一番だぞ。昨日アキトが作ってくれたお菓子でも。あ、そういやあれさっき全部食っちまった。あの量一人でか。もう一丁、もう一丁、もう一丁、もう一丁。おい、いい加減にしろよ。今度言った。あー、アキトダメじゃん、布団落としちゃ。はあ、こりゃシーツも洗濯し直しか。悪い。つか、それもこれも室干しが。あ、どうした、ナナミ。もしかして怒ってる？このチーム、布団を干すことすら満足にできない。人の話は聞かない。あとお菓子、私も食べたかった。あ、ごめん。ナナミもストレス？お布団入る？室干し、布団はそのわざとじゃねえんだ。入らない。もういい、他のチームのところ行ってくる。あ、おい、ナナミ、行っちまった。どうしたの？今ナナミさんが走って行ったけど。どうせまたアックンが暴れたり、ヘイがバカやったり、ロンさんが変なことやったりしたんじゃないの？ナナミ、食欲に勝てない俺を許してくれ。やっぱり。ああ、沈んでるとこ悪いんだけどさ、うちのお嬢さん見てない？いや、こっちには来てねえぞ。そう、ありがとう。他を当たってみるよ。あ、何その嫌な予感しかしない。あ、そういえば夏彦がいなくなって、昨日射程君から連絡があったんだ。すっかり忘れてた。夏彦って仏頂面で愛想も社交性もゼロ。知ったもんであった末、俺たちと和解したようなしてないような、未だ微妙な立ち位置にいるやつのこと。そうそう、それ。あの男もいないなんて、巫女の剣とは無関係だよね。なんだこれ。まさか火事？とにかく煙は吸うな。毒かもし。ここは
森？あれ、さっきまで船にいたはずなのに、どうして？二人とも気がついた。かける！それに、七海さんも正宗も。これは一体どういうことなんだい？わからない。俺たちもついさっき目が覚めた。他のみんなの姿はない。ここにいるのは私たちだけ。それからこの妙な格好、何かの衣装かな。さあね、さっき辺りを見て回った時地図を見つけたよ。それからあの大きな鏡。森に鏡があるなんておかしいよな。よっ、見たところ普通の鏡のようだな。ちょっとその汚い手で触らないでくださいよ。指紋がつくし汚れます。え、あっ、鏡が喋った。今の暗くてジメジメしてて人を苛立たせるだけの声は千里？はい。可愛くて思わず連れ帰って一生面倒を見たくなると評判のこの声は僕です。千里、無事だったか。しかし、なんでそんな鏡の中に。鏡の中ではありません。あなた方は本当に何も聞いてないんですね。聞いてないって何を。あ、っていうかお嬢さんはそっちにいる。 いえ、ここにいるのは僕と小春さん、それから不良と天然覚醒器とサングラスだけですけど。久我さんいないんですか。うん、船に乗っていた時からずっと姿が見えないんだ。彼女だけ一体どこに。あ、そういえば東夏彦、彼も行方不明だって言ってたな。東夏彦、まさかあいつがお嬢さんをさらったとか。嫌がる彼女を無理やり。こいつはもう俺のものだ。キャー、いつき助けてってなことになってるかも。あの風貌からその笑い声は想像できないな。やつがいない今のうちに好感度下げとこうと思って。いや、真面目な話、そういうこともありえるかも。まさか、あいつは人さらいなんて真似をするやつじゃない。ごめんマー君、いいこと言ってるのに悪いんだけど、なぜか俺の第六感が全力で否定してる。同じく。千里、さっき気になることを言ったね。俺たちは何も聞いてないんだって。どういうこと。時間がないから僕らにだけ説明すると言われたんです。とはいえうまく説明できるかどうか信じられないかもしれませんが、よく聞いてくださいね。どうやら僕たちゲームの中に入ってしまったらしいんです。どういうこと。なんだ、また急に景色が変わったぞ。お前らのところにも敵が現れたが気をつけろ。今のは悪君？敵って嘘でしょ。な、何？なんだかそんな怖くない感じもするけど、みんな気をつけて、来るよ。シフルタイムへようこそ。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。はい、私一ノ瀬千里役の下野ひろでございます。そして、はい、東谷正宗役の佐藤拓也でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、はい、今日はこの二人で進行していきたいと思っております。今回は我々が MC です。そうです。そうですね、早速皆さんお待ちかねだと思いますので、早速出演者の皆さんに登場していただきましょう。どうぞ。ではまずはこの方からです。藤村
あゆみさん。はい、小春役の藤村あゆみです。皆さん今日はぜひぜひ楽しんでいてください。よろしくお願いいたします。続いて瀬戸あすみさん。皆さんこんにちは、七海役の瀬戸あすみです。今日よろしくお願いします。梶裕貴さん。皆さんこんにちは、ゆいがかける役の梶裕貴です。今日は一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さいがみつきさん。皆さんこんにちは、二条さくやさいがみつきです。今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。ゆさこうじさん。皆さんこんにちは、鏡つき役ゆさこうじです。2期の兵庫5位ですが今日は1番のつもりで頑張ります。よろしくお願いします。杉山のりやきさん。皆さんこんにちは、宿利明人役をやらせていただいております杉山のりやきです。今日は1日よろしくお願いいたします。杉田智和さん。ロン役の杉田です。夏彦役の人が来ないんで夏彦役の人を鼻フックしておきます。よろしくお願いします。吉野ひろゆきさん。はい、どうも、おとまる兵士の声をやらせていただいておりますシグマセブンの吉野ひろゆきです。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日はですね、このメンバーでお送りしていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、キャラクターのアニメの設定がなんか、はい、ちょっと持ってきましたんで、うん、そちらご覧いただきたいなと思います。どうぞ出ますでしょうか。あら、現在制作中のために修正の場合がございます。そうそうそう、これよく見ておいてね。そうそう、あくまでね、そうそう、ご了承ください。ご了承ください。いろいろ、いろいろね、うん、ある、あるからね。ただ可愛いですね、やっぱ可愛いね。いや、やっぱりこう、少しね、ゲームとは雰囲気が違かったりとかしますね。でも大事にしてくれてますよね、イメージをね。うん、うん、ねえ、いや、やっぱ小春可愛いな。可愛いな、小春。あずっと見てられますね。飽きないね。どうする、なんかもうあと10分ぐらい見とく、これ。みんなちょっとこの絵を見ながら。見るか、これ。いや、うちのお嬢いねえのかよ。うちの巫女とかいるんですけど。今日うちのお嬢がいねえからっつって。そうだよ、いっぱい落ちて。次誰か、次誰かな。次誰かな。次誰かな。おー。あー、お前かい。かけるかい。ごめんなさいね。まさか、俺だとは思わなかった。新キャラじゃないの、これ。いや。まあ、確かにちょっとアニメだから雰囲気ちょっと変わってるかもしれないけど、新キャラじゃないです、うん、双子のなんのかな。確かにすげえ爽やかな笑顔してますけどね。腹黒のくせに腹黒さがちょっとね、爽やかな感じが強いです ね、 ね、まだにじみ出てない絵だ ね、 ね、これね、腹黒さがちょっと隠されてますけども。なんか文句ありますね。うん、何もない。ないですか。大丈夫、すいませんでした。じゃあ次行きますかね。行きましょう。はい、あー、来ましたね。今のところ下野さんの戦利ですね。ね、俺さっきまでいろいろ言うんじゃなかったぜ。心配した。あ、じゃあ、あの、可愛すぎてグッズが死ぬほど売れてる人でしょ。いいんですよ、そういうこと言わなくても別に。自分で言ってましたね。俺が言ってたわけじゃないですよ。そばに置きたくなる声だったね。俺が言ってたわけじゃないですよ。なんでそういうこと言うかな、俺じゃないの。ただ、なんかちょっとね、あの、人気投票で3位になったらしいからね。おめでとうございます、うん、ありがとうございます。おめでとうございます。あの、順位がぐんぐんって上がってね。おう、うん、別に悪い気はしないよね。ちくしょう、アニメ監督変わんねえかな、この人。じゃあ続いてのキャラクター、続きまして行きましょう。誰かな。はい。あ、正宗でした。まあ順番的にそうでございましょうね。またアニメでもちょっと
苦労してるような顔してますね、彼は。なんか毛量がすごくないですか。全身の毛量 が、ね、毛量がわってなってますけど、このいつもね、これメイクさんにやってもらうとき大変なんですよ、この感じでっていうのは。あ、注文してるんです ね、これフロントの分量がすごい、分量バランス大変なんですよ。いやー、はい、まだまだいけますよ。まだいけんじゃないですか。はい、ドン、はい、来た、はい、来ましたね。かわいい、うちの大事なみことさんです。うちのやっぱりかわいいね。いいね、いいね、もうかわいいね、かわいいね、かわいい、かわいい、やっぱり黒髪がね、ね、ね、それ茶髪とかね、そうそうそう、ピンクとかね、ピンクとかダメだと思う。小春の悪口を言うな。よく言った、かける、よく言った。今日ここで盛り上げるしかないんだよ、みことさんは。そうですよね、そうですよね、そうですよね、そうだったね。あ、そうだった、そうじゃあ、まだ行きますか。まだありますよ、まだ行きますか、ね、行きましょうね、はい、ザンザン。あ、これはなずま、なずま敦彦、なずまさんです。なずま敦彦、なんか頭に L が見えるんですけど、なずま、なずま敦彦さんです。なずま、なずま敦彦、どうですかね。敦彦、逆になっちゃってますけど。新キャラクターですよ、本当に敦彦って。終戦なる場合がございますけどね、現段階では夏、そうそうそう、名前は変わんないと思いますよ。それ完全に2人の意見が採用された結果みたいな感じでしょ。どうせなんかこうちょっと細そうに書かれてるのがなんか随分とあの顔の大きさも変わっちゃって、髪型もなんかパンチパーマになっちゃったりとかして、ね、そういうところに反映されるからな。まあまあ、まあ、まあ皆さんのね意見が多ければ、そうそう、はい、パンチパーマまだ間に合うかもね。そうそうそう、ああなるほど、ね、リクエストしていただければいくらでも変わるって、まあ、幸いね中の人いないから今日。そうですね、そうです、まあ、チャンスですね。まだまだあのそんな2人、ね、あと鼻フックされるだけだから。そうそうそう、じゃあそんな2人も見てみますか。はい、ありますよ、ありますよ、どうぞ、はい、どうぞ、はい、白いです、相変わらず白いです。苦労したのかな、ね、ね、ちょ白くなっちゃいました、髪の色がね。それもともとですよね。、まあ、苦労してると思うけれども、ほら僕らやっぱりお前たちのさ、お前たちの面倒を見て。そうそう、なんで N つくんすか。なんで言い直したんすか。なんでお前たちになっちゃって、わざわざあいつの代わりに言ってやんないと。あ、そうですね、花フックさんの代わりに、あいつのためにも言ってやんないと。そうなんだ。僕らは割と苦労してる2人なんですよ、ね、そうですよ、お前たちの面倒を見て。俺え、なんか頑張ってんの。一番頭痛いの俺、まあいいや。遠いや、まあとりあえずまだありますね、どうぞ、はい、さあ、ね、ほらなんかちょっとこの辺がふっくらしてない。そうっすね、ちゃんとかんざしも刺してるでしょ。可能性は全然ありますから ね、 ね、はい、まあ以上のメンバーでね、はい、アニメをお送りしていこうと、はい、そんなことあります。はい、まずは誰かな、誰かな、おー、おー、かわいい、ほら、おお、ここですよ、ここで取り上げましたよ。あらららら、喋って、かわいいやつ、満を持して喋って、やったぜ、早く喋って、早く喋って、今どうなんだ、この番組を見て思うことをさ、今すぐ言うんだ。だどこだ、どこがすごいんだ。先輩うるさい。ごめんごめん。すいません、すいません。いや、でもなんかちょっとゲームよりなんか大人っぽい感じは私なんとなくこれを見て思ってました。ちょっとなんかね、大人っぽい感じしませんか。あ、そう、可愛いのはね変わらないね、ゲームの時からすごい可愛い。うん、噛み切ったか、ね、うん、噛み切ったか、噛み切った。はい、じゃあ次へどうぞ。あ、じゃあ次行きましょう、この方です、どうぞ。はい、次、お、アキトでございます。アキト大人気のアキトさんですけど、 あの話ですね、あの話。ね、みんなのアクション、どうしよう、これ以上持っていいのかどうか。巻き込まれてる、巻き込まれてる。ここからは本当の話をどうぞ。ここから本当の話を。そうですね、まあこういうふうに、アニメの方のアキトを今見ていただいて、どんな活躍をするのか、まあね、楽しみにしていただきたいな、なんて当たり障りの話になっちゃいますね。いやでも本当落ち着くね、杉山くんいること、なんか落ち着くね。安心しますよね、安心する、ほっとする。やっぱ猫好きには悪い人がいないんですね。本当ね。杉山さんが見せてくれたあの野良猫の母親が子猫を3匹こうやって抱いてる。でそこに近寄っていったらフーってされた話が好きなんですよ。おい、ネタバレはやめろっつってるだろ。あ、ごめんなさい、あれ何話でしたっけ。あれは80話ぐらいかな。ああ、そうか、長いな。いつから撮ってんすか俺ら。はい、次行きます。はい、次はい、この方ドン。
おお、はい、出ましたね。なんか目線みたいに見えて一瞬ね、遠目で見ると黒いね、あそこね、うん、そうだね、こういうことでしょ。こんなにそういうやつだよね。ちょっと悪いことした人みたいになっちゃってるもんね。なんか騙される方がバカなんですよ。それごめんごめん、アニメでそんな声変わるんだ。いやいや、わかんないじゃん。まあね、うん、急に悪人面みたいなものがこうね、もう一つの人格、う、頭がって言って変わるんだ。中二か、本当にねえ、相変わらずの裸っぷりで、これ寒くないのかな。一人脱いでる感じになってますね。本当だよな。なんで凝視してんの。ボタン、いや前々から思ってたんですけど、ロンさんがなんであんなに前のシャツがバーンと開いてる理由が分かんないんですよ。多分あれ自分の持ってるシャツじゃないんですよ。あれ多分死体かなんかから取ったやつで、微妙にサイズが合ってなくて現地調達だったの。そうそうそう、ボタンも取れちゃってたんですね。そうそうそう、だって自分で引きちぎっちゃったから、あれ返り血はついてなかったっていうの。あれ怪しい話になってきたぞ。さ、じゃあ次、はい、じゃあ次行きましょう。こちらです。はい、どうぞ。はい、どん、はい、はい、やったぜ。来たぞ、ふわふわしとるな。まあ言えることはね、やつのネクタイは本当はないんです。あ、ない、リボンがないんですよ、あいつは。確かあれリボンないんじゃなかったっけ。あ、それ、おとまるさんは自分で買ったんです。あれは自分で買ったネクタイです。でそう、私もそれが言いたかったで、あ、ですよね。そうです、当たり前じゃないですか。ノルンノネットちゃんと分かってますよ。あ、もうさ、当たり前じゃないですか。そうっすよね、すいません。そうです、ありがとうございます、助かりました。いい事務所のね、はい、先輩後輩の愛が見えましたね。そうですね、じゃあもう一個あるかな。もう一個ありますか。はい、ダン、いたねー、あつし君、あつし君じゃないか。なんかいたねー、こんな人。おい、ダメだよ、子供勝手に紛れ込んじゃう。誰だ、あつし君、あつし君、やめなさい、やめなさい。弊社の先輩の名前はやめてください。弊社の先輩の名前は。あ、そっか、先輩なんだ。僕先輩です。あつし君でしょ、これ。そんなに空太君です。あつし君って言うな。あつし君だよね。なんか濃くなっちゃうからやめろ。そうだよ。さあ、ということで、まあ空太もね、登場すると。で、この映画出たということは空太君も出るというところでございますね。果たしてどんな活躍をね、みんなするのか。はい、はい、楽しみでございます。バラエティーコーナーでございます。さあ、行きましょう。題して、過去を見通せバックトゥーザダルー。まあ、もうみんなやる気ですよ。見てください、その前のめりですよ、前のめりが正解。もうやりのめり、どんどんやりたいから早く、ね、はい、早く前のめりでいきましょう。さあ、というわけで、ここからはですね、まあ、あのチームに分かれて戦ってもらうゲームをやっていきたいと思いますよ。はい、はいはい、そのゲーム説明する前に、まずチーム分けをしたいと思います。私、下野博率いる千里チームと佐藤拓也演じる、率いる、正宗チームに分かれてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、チーム分けはこれで行っていきます。ドン、さあ来た、くじ引き。はい、さあ、仕込みなしですよ、こちら。そんなこと言うと仕込みあるみたいになっちゃうだろ。逆にね、仕込みないですよ。ないです、全然ないですからね、仕込みないです。だからあるっぽくなってるって。本当にないんだから。怪しい、普通に今引くから。はい、じゃあ皆さん引いてください。これ見せない方がいい。まだ見せないでくださいよ。まだ見せないでくださいよ。まだ見せないでください、ね、最後の吉野さんがね、あの結果引かなくてもいいことになっちゃったからね。そうだよ、寂しくなったよ、はい、ね、昼の部ではね、そこをね、それを踏まえまして、いろいろありましたからね、はい、まだ見せないと。さあ、どん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 引いております、引いておりますよ。さあ、どっちにしようかな。なんかもうみんな引き方がちょっと怪しげですよね。なんかね、普通に引いてないよね。なんか後ろめたさがあるような引き方。いや、絶対見られちゃいけないと思った。まあね、確かにね。これ意外と引くの本当に難しいよね。難しいそうですよね。ペラーってなってる。一瞬ないって思う。枚数がね、この人数分しかないですから ね。まさか入ってないなんてことないですよね。いや、いやいやいや、悲しすぎますよ、それ。いやいやいや、そんなことあるわけないじゃないですか。中身はエソバフンウニ。箱の中身は何だろうな、じゃないんですよ。ありがとう。あ、大丈夫です、ありました。えっ、背中借りるぞ。なんで背中借りるんすか。いや、これ隠すのにどっかにペタってやるから。いや、そうだけど、お構いなく、お構いなく、構うわ。皆さん、さあ、じゃあそれでは一斉にカードの方を見せてください、はい、せーの、ドン。見せてわかんの。見せてわかる。あ、前の人はわかるか。これもう言った方がいいんじゃないの。そうですね、じゃあ、はい、おのおの引き当てたカード。じゃあ、藤村さんから。はい、私は千里くんでーす。はーい、
千里チーム、そして瀬戸さんは千里じゃないまさむね、おい覚えてあげて千里か千里じゃないかで言うの待って、そんな選択肢だったっけいいね仮にあの知らなかったとしても、あの千里チームと正宗チームに分かれますという説明を私ちゃんと聞いてます、正宗チームです、よろしくお願いします、正宗チーム、はい、ノルも3年目っつってのに失礼しました、さあ、ちくしょう、それでは、はい、残念ながら正宗じゃない方ですなんで正宗記事になってんの、なんで残念ながらなの、本当嫌な一日です、残念ながら、おい、なんか正宗じゃない方、じゃない方芸人みたいな、残念だったな、ややこしいよ、言い方がややこしいよ、残念ながら正宗です、それはもう勘弁してくれよ、結果どっちのチームをダメみたくなってるけどそれは勘弁してくれ、津山さん、はい、正宗です、ああよかった、ほっとしたわ今の、よかったよ、ほっとした、杉田君、落ち方よ、潰れる、変わり果てた千里君です、そうね、何があったね、何があった、逆さだったか、逆にしてるだけだろ、そして吉田さん、はい、残念ながら佐藤君です、あ、ありがとうございます、では早速始めていきましょう、1問目は千里チームが回答者ということになります、ということは僕らが出題者なのか、その通りです、今その通りです、普通のこと言ってるよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ややこしくなるんでやめてもらっていいですか、分かんなくなっちゃう、待ってくれ、同じチームだけどちょっとややこしいやつがいることになってるからよかれと思ってねそれでは一つ目のお題いきましょう、お題はこちらです、どうぞ、中学生の時好きだった教科、はい、中学生の時です、うん、高校でも小学校でもないです、中学生の時、中学生です、思い出してください、中学生の頃ねえ、いろいろあったでしょ、あります、はい、あんなことあったな、振られたなとか、じゃあ、ね、今日も答えるんですよ思い出を当てるんですよ、教科教科、間違えた間違えた、教科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 、拾ったエロ本のタイトルとかじゃない、そういうこと、思い出だね、確実に保健体育ですか、せめて教科書いてくれ、バッチリ覚えてんだ、まあ、バッチリ覚えてん、では正宗チーム答えを書いてください、どうぞ、はい、ね、佐藤くんも書くんだよ、ああ中学生って初めて数学とかになるんだよね、そうですね、数学算数から数学になったり物理とか入ってくるんです、結構中学はないか、ないか、英語が入ってきますね、そうですね、中学になるとなんか途端にちょっと勉強が難しくなって、小学校の頃と全然レベルが変わりますもんね、そうですね、イメージありますけれども、さあ書けましたか、あ、書けたようですね、さあ、というわけで、はい、それではね、千里チーム質問がある方、挙手、ないのないんだ、じゃあ、はい、質問の仕方が難しいなと、全員に聞きます、はい、はい、体を動かすのは好きでしたか、はい、じゃあ佐藤くんからいきます、好きでした、好きでした、はい、そういうプライベートな質問じゃないそういうゲームです、中学生の時の中学生の時のルール無視の人いるんですけど、中学生の時のやつ答えてくれないですけどぶっ飛ばしていいですか、あまり好きではなかった、はい、あまり好きではなかったっていうことに、はい、っていうことにだと正直に考えたら人生全部が嘘なのかな、あまり好きではない、好きではないですね、杉山さんは、僕もあまり好きではなかった、杉山さんも好きではなかった、吉野さんは、まあ、覚えたてだったから好きといえば好きだったような気も、覚えたてでしたね、そうですね、体を動かすことって中学ぐらいで覚えますね、ちょっとレベルアップしたなっていう、小学校からちょっと一段階上がった感じの頃だから、まあ大体夏休み明けに利き腕がマッチョになってるっていうちょっと杉田君ごめん、少し静かにしてくんねえかなちょっと静かにして、今分かった人ダメだぞ、今ね笑った人は何か想像したってことですよ ね、 ね、何想像したのか言ってくださいよ、みんなのなんでだよ、だんまり何を見てんだよ、だんまり隠すなら目じゃなくて口の方だと思うんですけどね、どうしたいんだよ、髪切ったそっちか、じゃあこっちもあるかはい、お前に質問ある方、あゆみちゃんないの、部活は何をやってましたか、これは全員ですか、はい、全員に僕野球部でした、お野球部です、なんでそんな意外そうな感じになってるそれでこの体です
いやあ、すいません、本当すいません、次の方どうぞ。中学はバレーボールやってました。おー、嬉しいですね。なんかおーって言ってもらえる。あ、次どうぞ。ゆささん、帰宅部です。え、中学で？あれなの、中学で。はい、杉山さんは？硬式テニス部でした。おー、って言われるんですけど、大体言われるんですけど、あの生徒数が多すぎて校庭が使えなくて、筋トレとランニングしかしてない硬式テニス部員。ごめんなさい、それ何部なんですか。つらい過去を聞くなよ。なんでごめんなさい、あれ、ごめんなさい。あんたたちはそんな過去をほじくり返すと面白いのか。そういうゲームだよ。ゲームの前提崩れちゃうから。じゃあ、吉野さん。バレーボールで、ソフトテニスに転向しました。途中で切り替わったってことですか。1年でバレー部辞めました。はい。誰が背が伸びてないっつったやつは。言ってない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 よ。言ってない言ってない言ってない。気のせいでした、すいません。取り乱しました。あ、ちょっと辛い過去がね。そうですね、そう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 、すいません。はい。現場以上です。はい、ありがとうございます。なんかピンポイントで聞きたいとかないの、みんな。そうだね。いや、まあ全体、もう一回全体です。はい、梶さんどうぞ。全体。本を読むのは好きですか。おー、読書。当時は嫌いでしたね。当時は嫌 い今は好きですけど。おー、はい、なるほど。季節によりますね。季節によす。旬の本とかありましたっけ。どう、え、ね、秋しか読まないとかそういうことですか。読みたくない季節もあります。夏かな。夏か、暑い、何かな。はい、そうか、そうか。はい、中学の時はあんまり好きじゃなかったですね。ああ、うん、佐藤さんと同じパターンですかね。杉山さんもう小学校の時よく読んでたんですけど、中学の時はほとんど読んでなかったですね。みんな一回離れるんですね。吉野さんは。そうですね、主に写真が多いものは好きでした。河原とかで。あ、そうですね、河原で読んでたから、ね、はい、白黒のページとのバランスが。読むっていうか、見る感じの。やめなさい、こらこらこら、読みます。ほら花咲かすな。ちょっと漫画がついてるやつ。お前もだよ。もうなんかその怒り方何なんだ。向こうのチーム大変そうだな。そんなの中学の話折り返したらそんな話になるに決まってんだろ。ありがとうございます。全然ヒントが入ってこないんですよ。全く分かんなくなってきましたけど、どうしようかな。お二人はまだ質問ですね。じゃあピンポイントで聞けばいいんだろうな、はい、そうだろうな、なんだろうな。とじゃあタクちゃん。はい。タクちゃん手先器用だった？当時？うん。右手は器用だった気がする。ああ。それ教科でありました、そういうなんか右手が細かい作業が必要で夏休み明けに腕が太くなるやつ。え？まあ。ハンダゴテとか右手、まあ、すげー。ハンダゴテ技術あったね。すげー。あるけど何ハンダゴテって。ハンダゴテハンダをね、なんつうのかな、溶かして、なんかその要するに基板にいろんなものくっつけたりとかする。だからハンダみたいなとはよく体から飛び出たけど。藤村さんがどんどん喋んなくなるんで、その話もうやめてもらってもいいですか。ねえ。ほら、あらららら、失笑ってどういうことですか。失笑って、まあ、そんな嫌いじゃなさそうだ。いや難しいけど、そろそろ行きますか。そろそろお時間かもしれませんので、今の、ね、今のヒントをもとにですね。全然わかんないわ。さあ、何を当ててきたっけ。好きな中学生の中学の時の何を見失ってるんだ。好きな教科。教科、ああそう、答えていただきます。では、お答え変えていただきましょう。シンキングタイムどうぞ。終了。さあ、書けましたでしょうか。はい、書けましたね。はい、書けました。こうじゃなかったらちょっと本当怒る。よし、まあこれかな。じゃあ、向こう側から順番に聞いていきましょうね。じゃあ、藤村さん、誰の過去を見抜きましたか。はい、瀬戸ちゃんの過去を見抜いたつもりです。お、見抜かれた。
まだ分かんないよ。何も言ってないよ。誘導に引っかからない。見抜かれそう。いい人だろ、いい人。見抜かれそう。見抜けたかな。分かんないです。これはここで発表していいんですか。そうです。はい。いいですか。はい。お、お。なんか。ひらがなて。はい、体育書く時間がなくて、そう、でもなんかすごく体を動かしてる姿がめちゃめちゃ想像ついて、なんかバレーボールとかすごく、あ、なるほど似合うなって思って、なるほど、バインってなんかね、やってそうだなって思ってバインって感じした。バインってやってそうだなと思って。バレーボールってバインってはい、なんだろう、あの受け止めるやつ、あのレシーブ、そう、レシーブレシーブが似合う子だなと思ったの。レシーブが似合う子だなって。アタックよりレシーブだなと思った。アタッカーだった。背高いからアタッカーっぽいね。そうか、そうだよね。はいはい、はい、ありました。これはまだ隠しておく。まだ隠して、はい、じゃあカリーさんお願いします。はい、僕も似たような理由ですね。佐藤さんなんですけども、はい、体を動かすのが好きそうだなと思って体育乗った。はい、おお。っていうかね、もう逆に言うと、他の教科はジャンル分けが難しすぎるから、そう、だいたい運動好きか嫌いかで見極めるしかないなっていう。そうですね。奇遇だね。私も甘えたんだ。セットンで体育。俺もだ。おお。じゃあ、いやもうここを信じるしかないんだ。そうなんですよ。他の3人が曖昧すぎるんでね。そう。2人しか指定されてないけど、みんな体育しか書いてない。ひどいぞ。あんなに赤裸々に報告したのに、わからなすぎるとはどういうことだ。体育縛りですね。見事に。いや、これも作戦の一つですから。あ、まあそうですね。そうだね。当たればもう大量がどっかに返されるんですよ。ただ、外れたらでかいよ、まあ、そこはね、全員外れたら悲しいね、これね。それでは、出揃ったところで、はい、じゃあ我々の答え、はい、じゃあちょっと一斉に出していこうと思います。はい、我々の過去はこれだ。ドン。お、うわー、一人なんか、ちょっと待って、何あれ。吉野さん、字違うじゃないですか。何か自習自習自習って書いてある自習はまずいです。まあ字が違うんですけど、そっちの自習。あれ、いろいろ間違ってたね、今ね。じゃあ、ちょっと聞いていきましょうね。はい、吉野さん、自習。そうですね、どの授業というわけではなく、なんか勝手にお前ら自習してろの時間が一番楽しかったですね。中学時代はそれが一番嬉しかったですね。ごめんなさい、そんな感じで。技術あったね。僕なんか大ヒントですよ。技術ね。ドキドキしちゃいました。企画部で本は読まない。いやいやいや、どこにヒントが。いや消去法でそれにはならない。これしかないでしょ。なくないですよ。あ、杉山さんの国語で、ね、そうか。そうですね、まあ、小学校の時によく本が好きで学校の本借りて読んでたんで、それで、まあ、中学に入ってそんなに読まなくはなってたんですけど、でも国語の授業は好きでしたね。なるほど。当てんのすっごい難しいし、まあ僕家庭科ですけどね。あのね、本当に裏切られた。一番腹を満たすのには家庭科の授業が一番いいですね。ああ、そこか。朝練やってお腹空いてこれやって部活みたいな。なるほどね。ゆうで好きでしたね。家から道具持ってったりした。ロールケーキの授業の時の泡立て器、俺回転して2つ回るやつ持ってて。あるある。そんな誰が持っていく係みたいなね。あるあるある。レベルが高すぎて怒られるってやつがあった。自分でやんなさいって話じゃない。さあ、というわけで残念ながらセニチームゼロポイント。ゼロポイント。ちょっときついですね。これ難しいですよ。よしよし、頑張っていこう、頑張っていこう。これ当てていきましょう。当てます、当てます。よし、こい。じゃあ、2問目いきましょうね。参りましょう。はい。はい。では、出題者が千里チームになりますけれども、はい。テーマはこちらです。どうぞ。幼稚園生もしくは小学生の頃の夢と。おー、これどっちでもいいっていう話だね。そうですね。子供の頃って感じ。いずれかということになりますけれども。この人たちの夢か。難しいですね。それでは出題者チームお書きください。どうぞ。これでも興味深いですよね。そうですね。どんな夢を抱いて今こんな人間になったのかっていう。こんな人間になったのか。
こんな人間って、あ、ごめんなさい、ちょっといや、まあ確かにこんな人間、言い方がちょっとね、誤解されやすかったけど、そうですね、まあでも仕方がない、こういう人間になったのか、うん、あんまり変わってないです。基本あんま変わってないです。かけたようですけれども、それでは質問のある方、挙手。はいはいはい、吉野さん、はい、藤村君、はい、それは職業、はい、それは職業ですか。職業です。お、あ、職業、あ、職業です。職業でいいのね、多分分かった、はい、よし、いいぞ。何ですか、何ですか、面接ですか、やれー、もう大丈夫ですか。オッケーオッケー、社長さんか何か。面接を見ているようでしたけど、ピンポイントでいけばね、なんかわかるかなとか。あ、なるほど、職業ですよ。はい、行きましょう。はい、はい、その、はい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 、吉野さん、その職業は女の子しかなれないものですか。いえ、誰でもなれる。誰でもなれます。あ、ほんと、おっとっと、割と、うん、そうだ、そうだな。みんなこれぐらいのテンポでどんどん質問するんだよ。あいつらボンクラだから、さっき質問してなかったじゃん。はい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 、吉野さん、全員に質問ですけれども、はい、割とメジャーな夢ですか。あ、メジャーですね。メジャー、メジャー、メジャー、メジャーです。そんなことはないと。メジャーですか。その時代はメジャーじゃない。メジャー、メジャーじゃない、多分、はい、多分だけどね。その時代はメジャーだと思います。その時代は逆に、私もそうかな。その時代はメジャーだった。その時代はメジャー、その時代だから、その当時、その頃は、はい、生徒さん、はい、全員に質問で、その職業は飛べますか。ちょっと、瀬戸君、どういうこと、瀬戸君、瀬戸君、瀬戸君、はい、ダメだよ、そういうのをやっちゃ危ないよ、やめろ。いや、飛べますか。男の子も多いから、あの、今飛んじゃってるやつがいるの。違いますよ、違います よ, いますよ。ちょっと一人怪しいんですよ。2本決めて飛んでるやつがいますけど、ね、飲みすぎだからな、お前。決まってるやつがいるんで、なるほど。とまあ、飛べますね。飛べる、飛べる夢ですか。多分、飛ぼうと思えば飛べます。おう、飛べるっていうやつもいますね。お、場合によっては飛んでる人もいるかもしれない。結構飛べる率高い。いや、全部怪しいやつ。だんだん飛べます。だんだん、だんだん、え、だんだん、だんだん飛べます。それは次第に修行すればみたいな感じ。まあ、なんて質問するんですか。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、これ以上あんまヒントは。すいませんでした。すいませんでした。藤村さん、飛べますか。うん、精神的には飛べなくはない。精神的、危ねえ、もっと危ない話になって。大丈夫なやつ、危ねえぞ。精神的、大丈夫だと思う。はい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 、吉田さん、固定球ですか、歩合球ですか。あ、大事ですね。みんな質問です。場合によっては固定球、場合によっては歩合かな、両方。基本固定の人は少ないですけど、いると思います。ほとんど歩合だと思いますけど、僕は基本固定じゃないかな。多分多くは副業を持つ人が多かった印象ですね。僕がその知ってるその職業は、あの、副業でやってたのは大学の教授をやってました。え、どっちが副業なの。そっち、教授が副業。教授が副業。へー、さあ、あ、いいですか。はいはい、どうぞ。すみません、全員にですけども、はい、それ幼稚園、小学校、どっちの夢。ああ、どっちの頃、もしくはですからね、2つありますから、うん、幼稚園ですね。幼稚園、幼稚園、保育園ですね、僕はね。お、小学校、高学年ぐらいの。高学年。小学校ですね。小学校、うん、幼稚園です。幼稚園、小学校です。お、さあ、ここまでで見抜けたでしょうかね、まさむねチーム。はい、それじゃあ、僕1個前のヒント答えてないんですけど。あの、おやおや、黙ってようかと思ったんですけど、なんかずるかなと思って。優しい、偉いぞ、歌手、偉い、歌手、偉いぞ、偉い。あとで DVD になっちゃった。あいつだけ言ってないって言われるの嫌だ。じゃあ、いいよ、今言ってきましょう。今言ってきましょう。よ、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 よ。ある意味、無償です。ある意味、無償。無償。さあ、今質問がね、今ごちゃごちゃしましたね。ちょっと待って、もう質問が忘れちゃったんだけど。はい、あなたがしたんですけど。固定球、歩合球ですね。無償、ある意味。へー、ある意味、見方によっちゃ。なるほどね。さあ、それではそちらの、うわ、なんだろう、お書きください、どうぞ。なんかこのゲームドキドキしますね。めくってるあんまめくれてないよね。俺のそんな袖の話は別に。袖くるだ、袖くるって言わない。流行りの流行りなんですか。こちろうだろ、こちろうだろ。何何何、今すごい自分でちょっと恥ずかしいんですけど。タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット、何、どうした。さあ、書きました。タイガーショット、タイガーショット、いい。ああ、拾わないで。さあ、それでは、じゃあ、どなたからいきますか。じゃあ、吉田さんまだ書いてるんで、僕から
じゃあ僕からいきますね、うん、僕は誰藤村さんの過去を見通しました。こちらパティシエ。おお、もうハイカラな夢ですね。ケーキ屋、はい、昔言うとケーキ屋さんかなって感じもしたんですけど、言い方としては、うん、そう、今さんならパティシエって言ってくるじゃないかな、今で言うならと思って。なるほど、はい、はい、じゃ あ, あ、はい、じゃあ瀬戸行きます。瀬戸は杉田さんで、はい、農業あ、副業、大学教授が農家やってるかなと。あ、農大の教授とかね。農大の教授副業がそれ、うちの親だな公務員やりながら農業やってる。ああ、そうっすよね。そう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 。さあ、じゃあ続いて伊佐さん。はい、はい、僕は梶君の覚悟を見通しました。お、何ですか。これです、梶君。あっあああれ昼の部と同じ答えな感じが。あ、あの昼の部と合わさると多分全部完成しちゃう文字が結果俺に、俺それになりたいみたいになってますけど。頑張れば飛べるし、ある意味無償と。そうですね、頑張れば飛べるわけですよ。無償ですよ。なるほどね、これしかないでしょ、はあ、はあ、その頃から願ってたから関羽とか張飛がついてきたわけでしょ。そうですね、僕一回なってますからねそのものになった、そのものにね、かなったんださあ、杉山さん行きましょう。杉田くんの過去を見通せていないと思いますが。お、なんだ、はい、空手家面白いな、すげえな、いいですね、面白い、空手家、空手家の教授で、空手、あの教授が副業と言いつつ、でも収入はそっちの方が多いみたいな。うーん、あー、さあ、なるほど、まあ、格闘ゲームハマるともうちょっと後ですからねじゃあ、吉野さん、はい、まあ、あれだけ聞いたんですけど、なんかもうごちゃごちゃしてよくわかんないから、もう勘で藤村くんの過去を見通します。はい、先生。あ、はい、あ、ありそう、だから先生っぽいなって。あ、へー、うん、先生、見た目。はい、それでは早速ね、合っているんでしょうか。では出題チームの答えを見てみましょう。どうぞ。せーの、ドン。あー、あー、てらい、てらい、寺へ、寺へ、寺へ、あ、お坊さんね、お坊さん。なるほどね、はいはい、警察官、警察官、はい、すごいですね、声優と書かれているのが、ね、カジ君のガンダムがちょっと見えないんですけど、はい、あの、ガンダムじゃないんです。ああ同じカテゴリーじゃない。いや、そう、だから結構近いなって思う。近い、なるほど、はいはい、声優はいるとは思ったけど。あ、佐賀さん声優、はい、みんなプロ野球なんだね。どういう職かもあまり分からなかったんですけども、これやるって言ってたんです。おお、ちっちゃい小学生、はい、あ、ね、そして警察官、はい、僕警察官、これ理由簡単です。パトカーに乗りたかっただけです。かわいい、わかるわかる、まだ乗るチャンスはねそれは多分ね、なんだったらダメなやつだと思うわ。なんだったら今晩にでもね、今晩にでも、今晩、なるほど、俺らが多分ここで服全部バーって脱いだら多分そうなるね。そうかな、そうだよね、うんうん、はい、というわけで、いや残念ながら我々チームも0ポイント、はい、これ難しいですね、このゲームね。いや、だいぶ難易度高いからね。難しかったですね。なんとか倒せたね。ここがゲームの中か。頭で納得するより先に事実を突きつけられたね。とにかく説明の続きを聞こう。レジェンド・オブ・ノルン？ひよこさんが作ったゲームらしいです。僕らの前に現れた日岡さんが説明してくれました。なるほど、日岡さんのいたずらということか。無力な姫と賢者というのは巫女と夏彦のことなんだよな。無力って言葉が気になるな。結界も使えないってこと？その可能性はありますね。そこから高い塔が見えませんか？その塔に二人は閉じ込められています。巫女が、あの男と二人きり？安心してください、二人は別々の牢にいるらしいので。牢を開けるには魔法の鍵が必要だそうです。ただ鍵は一度使ったら消えてしまうので、
それぞれの牢を開けるために2つの鍵を手に入れなければいけません。魔法の鍵ね。この森にあるのかな。鍵がどこにあるか大まかにだが地図に書いてあるぞ。お前らも持ってるだろう。なるほど、鍵はそれぞれ全く別の場所にあるんだね。でも一つは僕たちのいる場所からそう遠くなさそうだ。もう一つの鍵は私たちの方が近そうです。これなら手分けして見つけ出した方が早そうですよ。小春の言う通りだ。ただそっちのチームは自由人が多いんだよね。多少時間を食ってでも合流した方がいい。俺たちが信用できねえってか。向き不向きの話だよ。かける、もう少し分かりやすく言うんだ。お前が合流しようと言ってるのは皆が心配だからだろ。二手に分かれたままじゃ何か起こっても助けられないだろう。俺は自分の手が届かない場所で問題が起きるのが嫌いなんだ。かけるくん、かけるはほんといいやつだよな。でもさ、今合流するのは違うと思う。時間は限られてんだ。二人を助けることを優先した方がいい。そうだね。そりゃこっちは頼りねえかもしれねえけど絶対見つけ出すからさ。絶対？おう。普段はふざけてばかりだけどいざという時はやってくれる、そういう人たちだって私は知ってる。七海、最近忘れかけてたけどやることはちゃんとやる。だからお前らは自分の心配だけしてろ。うん。ロンさんはいいこと言わなくていいの？俺？多分この中で一番使えるのは俺だと思うよ。武器銃あるから。あ、そうだったね。確かにロンさん無敵だ。夏彦がいないといろいろ困るからね。今回は働くよ。私も精一杯頑張ります。小春僕のことも忘れないでくださいよ。ああそうだな、さっきも分かりやすく状況を説明してくれてありがとう。お前のおかげで混乱せずに済んだ。こっちは彼女を除けば不良や自由人しかいないんだから僕がやるしかないでしょう。あなたたち二人がいなくたって僕は頑張りますから。任せたよ。でも無理はするな。危なくなったら兵士の能力を使って俺たちを呼ぶんだ。はい。よし、魔法ガンガン唱えるぞ。音丸さんはともかく結賀さんは完全に悪役ですね。千里へのお仕置きのレパートリーが増えそうだ。一ノ瀬秘伝の呪文唱えます。サクちゃん、なんで斧を持ってるの？なんで？それ聞く？動かないでね、弾が外れるから。遊び人ってひどくない？いつも通りだね。普段着だろ。ああよかった、まともな部類で。アクン交代しよう、今すぐ脱いで。ふざけんな。勇者頑張ります。私のこれ勇者？勇者っつうか忍者？でも可愛いから何でもいいじゃん。はあ、ここにお嬢さんがいたらな。メイド服でしょ、白無垢でしょ。それはただのお前の願望だ。小春になら倒されてもいい、むしろ倒されたい。誰です、今倒されたいなんて気持ち悪いこと言ったの？正宗。え、俺じゃない。こうして僕たちは二手に分かれたまま鍵を探す冒険に出た。はあ！ふう、これでこの辺りの敵は片付いたね。二条さんの攻撃すごい、とても僧侶とは思えない。斧は前に触ったことがあるからね。夢の中だけど。寒気がする。こっちはバランスが取れてるね。七海は遠距離攻撃に長けているし、
政宗の剣さばきにかなう敵はいなさそうだ。俺は剣を振るうのは初めてなんだが、まあこの世界では考えるだけ無駄だな。ユイガさんの魔法もすごい。能力も魔法も両方使えるっていうのはいいね。今なら世界征服もできそうだ。さて戦闘も終わったし、鍵探しを再開しよう。ため息なんて珍しいね、いつき。だって何にもできないんだもん。同じ職業のロンさんは銃を持ってたのに、俺は何にもない。ナナミちゃんまで戦ってるのにな。鍵探しがあるじゃないか。このゲームのルールが記載された説明書に書いてあるよ。遊び人はアイテムを見つけ出すのが得意だって。今のところ見つけてるのはしょうもないアイテムばっかりだけどね。大体なんであの仏頂面まで捕まってるのかね。助け出すのは美しいお姫様一人で十分じゃない。まあ気持ちはわかるけどね。お、あったあったよ、宝箱が。本当か。この立派な箱間違いないでしょう。やっと俺も役に立ったね。早く開けて確かめて。ちょっと待ってね。うそ、何これ。どうした、またガラクタ。いや鍵だったんだけど真っ二つに折れてる。え、また出た。あいつはモンスター、あいつはモンスター。鳥じゃない、鳥じゃない。私も、いや、くそ、数が多いな。おい、お止まれ、お前魔法使いだろ、なんとかしろ。おこの魔法の書に呪文が書いてあるはず。まずいぞ、アキト。どうした。全部難しい字で書いてあって何も読めねえ。誰だ、おとまるを魔法使いにしたやつ。そいつからぶった切ってやる。すごい。おー、ロン、さすがだな、速攻で倒すなんて。こいつ食えるかな。シュクリさん、腕から血が。回復しますから、じっとしていてください。別に、このくらい唾つけときゃ治る。シュクリさんの唾液はエタノールか何かでできてるんですか。すごいですね、尊敬します。じゃあ、小春さん以外が怪我した時も舐めてやってください。分かった。お前に頼む。最初からそう言えばいいもの。いきますよ。チチンプイプイ。痛いの痛いの。飛んでいけ。悪い。ミュ、僕はこのくらいしかできないので。あの、すみません、勇者という大役をいただいたというのにお役に立てなくて。気にすんな、女の子があんなでけえモンスターと戦うなんて無理に決まってる。そうだ、呪文を唱えられないおとまるが全部悪い。俺だって何とかしたいんだけど。あ、一つだけ短くて簡単な魔法覚えたぞ。これを唱えるとせっかちの性格が治るんだ。アキトかけてやろうか。よし、おとまる、歯食いしばれ。喧嘩はやめてくださいよ、さっさと探しに行きましょう。ゲームの中でも誰のお役にも立てないなんて、頑張るって誓ったばかりなのに。君は誰よりも強いはずなのに、なんで本気出さないの。私が強い。勇者だからですよね。すみません。勇者とかそういうのはよくわからないけど、君にはさ、炎があるでしょ。君がその気になれば誰も叶わないのに。
また敵かな。普通の鳥に見えますが、何か加えてるみたいです。これは鍵？何か紙もくくりつけてある。千里君たち呼んできます。あ、この鍵が空からね。これが俺たちが探してたやつなのか。一緒にくっついてたのは手紙みたいだ。何何。ああ、やっぱりその鍵塔の鍵らしいぞ。鍵を壊そうとモンスターが狙ってるから先回りして召喚獣に守らせたって書いてある。親切なやつだな。あ、この字夏彦だね。お前人の顔も名前も覚えねえくせに筆跡は覚えてんのか。夏彦の話が難しくてわからないときよく紙に書いて説明してもらったんだ。一見心温まるエピソードのようですが、説明しているのは暗殺とかそういう話なんですよね。でも美琴ちゃんと同じ場所に捕まっているのにどうやって鍵を守ったのでしょうか。さっきの鳥に手伝ってもらったのかもね。でも夏彦、鳥に変身できたっけ。話の流れからするとお前らが見た鳥ってのが召喚獣なんだろう。アズマは賢者だからんなことができるのかもしれねえな。ああ、こっちの鍵だけは守ることができたんだ。あ、続きがある。力を奪われもう一つの鍵は守れなかった。だからこの鍵は。この鍵は何ですか。巫女のために使えってさ。そんな。この鍵を守るのに最後の力を使い果たしたらしい。もう自分には戦う力がないから巫女を助けることを優先しろって。あっちの鍵が壊されたらまずいでしょう。一人しか助けることができなくなる。二条さんや鏡さんにとっては最高の展開かもしれませんが、早く向こうのパーティーと落ち合った方がいいんじゃない。お、それもそうだな。じゃあ塔で待ち合わせするように伝える。室星さんがまともなことを言うなんて怪奇日食並みの珍事ですね。うん、君たちのためにできることはこれでおしまいだから。できることはおしまい？もしかしてもう銃弾がないのですか。え、かなりまずいじゃないですか。他の武器ないんですか。ごめんね、俺が扱えるのはトランプや拷問器具やサイコロや拷問器具だけなんだ。おい、なんか不審な単語が混じってたぞ。ん？トランプのこと？ちげえよ。カケルたちに全部伝えたぞ。戦いを避けながら塔に向かおうぜ。そうか、向こうの鍵は無事なんだな。夏彦が守ってくれたのか。あいつ、鍵は巫女のために使えだって。カッコつけすぎでしょ。ライバルの退場、望み通りになったね。何その言い方。まるで自分は違うって言ってるみたいだ。ああ、僕はこんな結末望んでない。もちろん君も本心ではそうなんだろうけど、僕はずっと叶わない恋だと思ってきたから。だから余計に思うんだ。巫女を大事に思う人間、味方、友人は多ければ多い方がいい。それが彼女の幸せにつながるはずだ。サクちゃんは心が広いね。狭いよ。だからずっと苦しんできたんじゃないか。私たちは合流してゲームの説明書をもう一度確認した。そこには巫女さんがいる牢にも東さんがいる牢にも仕掛けがされており、不用意に開けるとボスとの戦闘が始まると書かれていた。この局面を解決できる唯一の方法、それが魔法の鍵。
この鍵を使えばボスとの戦闘を回避して囚われた人を助けることができる。でもこの鍵は使った途端消えてしまう。一度限りの鍵だったのだ。鍵は一本、どちらかしか助けることができないんだ。ああ、そういうことだ。なら俺にちょうだい、それ。殺されたくなかったら。なんで僕らに銃を向けるんですか。夏彦を助けるためだよ。鍵は東のために使うってか。けどお前の銃弾はもう尽きてるんだろ。さっきそう自分で言ってたじゃないか。誤解してるみたいだね。俺は君たちのためにできることがおしまいだと言ったんだ。ちょっと前まで敵だったやつを助けるなんて選択肢、君らにはないだろ。あなたは仲間を殺すの？仲間？仲間か。彼の手紙には巫女を助けるために使えって書いてあった。君の雇い主の望みに反してるんじゃない？そうだね。でも夏彦はあれで俺の雇い主なんだ。助けないわけにいかないよ。待ってください。どうか銃を下ろしてください。私が戦いますから。何を言ってるんだ小春。お前には無理だ。無理じゃありません。私には炎の力がある。だからなんだ。どんなに強大な力を持っていたとしても、お前はただの普通の女の子なんだぞ。正宗さん、ありがとうございます。普通と言っていただけて嬉しいです。でも戦わずに逃げることはできません。小春さん。ああごめん。マー君の気持ちはよくわかるし、俺も女の子に無理をさせるのは大嫌いなんだけど、それでも今は小春ちゃんの力が必要なんじゃないかな。いつき、あいつを切り捨てたら絶対あの子怒るよ。そりゃもう手がつけられないくらい。そういうの一番嫌いな子だからさ。命だけ助けても本当の意味で助けたことにはならないんだ。僕もそう思うよ。それに彼が巫女を助けておしまいなんてプライドが許さないからね。ここはみんなで力を合わせて恩を売るくらいがいいんじゃないかな。お二人とも。はい、私今度こそ頑張ります。でも相手はボスですよ。策がないわけじゃない。ここに来る途中、敵の動きを止めるアイテムを手に入れたんだ。ほんの一瞬しか効かないけど、きっと使えると思う。だったらそれ室星に使えと言いたいところだがな。このまま逃げても胸くそ悪い。俺はやるぞ。俺も。お前たち。そこまで言われたらもう反対できないな。分かった。戦って勝って帰ろう。はい。ロン、七海の区内一つ借りれば。丸腰でボス戦はきついだろ。ああ、区内か。七海、貸してくれる？いいけど、銃弾本当は切れてたの？さっきのはただの脅し？そうだよ。あ、なんでワンコちゃんにバレてるんだろう。だってお前からさっき感じなかったし、どうにかして夏彦を助けたいんだろうなと思って黙ってた。あなたは誰のことも殺す気はなかった。こういう流れにしたくて嘘をついた。うん、勝率は高い方がいいから。怒った？ううん、安心した。よっしゃ、絶対勝とうぜ。これが最後の戦いだ。気を抜くなよ。私たちならきっと勝てる。巫女たちに戦う力はない。だったら俺たちがサクッと敵を倒して二人を助けてしまおう。それで恩着せがましく笑ってやるんだ。これはゲーム、
クリアできないゲームなんて絶対にない。さあみんな行くよ。そして俺たちはボスに戦いを挑んだ。今までの難敵が雑魚に思えるくらい苦戦を強いられる。チンプイ、うわこれじゃ呪文が唱えられない。センリー、魔法を使う間を与えない気か。しかし俺たちの剣と小春の炎だけでは勝てないぞ。イツキ、前に出すぎだ。けどあいつに近づかなきゃ動きを止める薬が使えない。くっそ、少しでも隙があれば。ワンコちゃん、君が一つだけ使える魔法なんだっけ。あの魔法。魔法？おとまるさんの？そう、せっかちが治る魔法だ。スロー。敵の攻撃が少しゆっくりになりました。せっかちが治るんじゃなくて素早さを下げる魔法だね。これならいける。全員で一斉に攻撃だ。これが最初で最後のチャンス。全身全霊の力を込めて俺たちはボスに一撃を食らわせた。すると辺りは白い光で包まれ、それまで鳴り響いていた戦いの音が一瞬で消え去った。眩しい。なんだよこれ。俺たち負けたのか。まさか、そんなはずは。あ、見て、こうして無事にお二人を助け出すことができました。そして真っ白な光が収まった時、景色が森から見慣れた船へと変わりました。ひよこさん怒られてるね。まあ散々な目にあったけど、なぜか俺は責める気にはなれないんだよな。そうだな。発端はひよこさんでも、途中で世界が介入したのかもしれない。ひよこさんにしてはあまりにも難易度が高すぎだ。だいたいあれは現実に起こったことなのか、それとも集団催眠の一種だったのか。いや、俺が言いたいのはそういうことじゃなくて。かけるくん、まさむねさん、何をお話しされているんですか。どうせ小難しいことですよ。いや、今回の一件が楽しかったのはなんでかなと思ってさ。それは仲間を信じて協力することができたからですよ。これが一人だったらどうしようもなかったかもしれません。でもみんながいたから、誰一人諦めてなかったから、楽しかったと言える今があるんです。喧嘩の数を減らせってお嬢さんから言われたんだけど、そんな簡単にはいかないよね。いつきがいつきである限り難しいな。ね。けど今回の一件で前よりさくちゃんの考えが分かったよ。つまらない意地を張らなければもうちょっと仲良くできるのかもね。あ、よし、布団取り込むぞ。干したばっかりの布団、あったかいな。部屋中に敷き詰めて昼寝したい。いいと思う、私もしたい。しょうがねえな。ま、ちょっとくらいいいか。もう室星なんか寝てるしな。
誰一人諦めなかった。そうだね、前よりずっと仲良くなれたと思うから気分がいいんだね。信じることも信じてもらうことも頼ることも頼られることもとても素敵なことです。ああ、相変わらず喧嘩も絶えず、いろんな個性を持った俺たちだが、仲間のためなら団結できる。今回のことはその証明になったな。臭いセリフですね。僕もまあ今の生活は気に入ってますけど、ああ、僕らが持ってきたこの肥料はどこに置けばいいんですか？向こうの畑に頼むよ。小春、君の分は俺が、いや、やっぱり任せようかな。はい。それでは改めて本日の出演者の皆様にご登場いただきましょう。どうぞどうぞ。さあ、それでは最後になりますけれども、今日の、感想やこれからのテレビアニメ放送に向けたの意気込みをお一人ずつお願いいたします。では小春役の藤村さんからお願いします。はい、今日は本当になんか始まってからあっという間にあのエンディングまで来てしまって、なんかなんだろう、あのすごく今日はあの皆さんが温かく迎えてくださって本当に ありがたくて楽しかったです。アニメの情報もこれからあの解禁というか情報公開していくと思うので、あの皆さんにも楽しみにしていただきたいし、あの私もあのこれからあの小春どういう風に活躍するのか、あのストーリーもすごく気になりつつあのお仕事をしている最中なので、皆さんと一緒にノルノネットの世界をあの期待して楽しんでいきたいと思っております。今日は本当にありがとうございました。はい、では瀬戸さんお願いします。はい、今日は朗読劇の内容では今までないキャラクターたちの衣装だったりあの行動だったりが見れて、あの楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。アニメ化の情報も最初 PV が流れてあの皆さんの声がこう聞こえて、あのますますあの 私も収録でナナミちゃんとちゃんと向き合ってオンエアで皆さんに楽しんでもらえる日をがより待ち遠しくなりました。皆さん楽しみにしていてください。本日はありがとうございました。では吉野さんお願いします。はい、次にお会いできるのはアニメの中だと思います。声で参加してますんでアニメをお楽しみに。今日はありがとうございました。続いて杉田さんお願いします。はい、アニメ化によってさらにノルノネットの間口が広がるといいなって思ってます。女性向け恋愛ゲームというカテゴリーでありますけども、まあ僕もあの仕事離れば一人の修羅ですので、まあ女キャラに興奮せざるを得ないじゃないですか。見た、あれやったぜ。これからもですね、ノルンが好きな、女性ユーザー、ヒロイン萌えの男性客、まあ女子が好きな女子、まあ、あとまあ男子が好きな男子、みんなまとめてくれ、いいじゃない。ダメだったらリセットだ。ありがとうございました。では杉山さんお願いします。はい、今日は本当にご来場いただきましてありがとうございました。ゲームから始まったこのノルンノネットという作品、こういうふうに皆さんの前でキャスト揃ってやらせていただく機会っていうのがなかなかなかったのと、まあ、今後ね、アニメの方でまた映像化されて一堂で収録してはいるんですけれども、なかなかイベントでこれだけの尺で朗読劇っていうのもないと思うので、僕もあの皆さんにも楽しんでいただけていればありがたいですし、僕も一出演者として、この時間を共有させていただけたことがとても嬉しく楽しく過ごさせていただきました。本日はどうもありがとうございました。では
ゆささんお願いします。はい、皆さん本当に今日はありがとうございました。あっという間でした。ドローンのイベントとしてこうやってメンバーが集まるのもずいぶん久しぶりでしたし、本当にあっという間に感じました。残念ながら今回はフルメンバーではなかったですけれども、またアニメを皆さんにお届けできる直前になればね、また何らかの形でこうやって、フルメンバーで集まってですね、また何かできたら楽しいなと思っております。ヒロインと一緒にも舞台に立てますしね、頼もしい仲間ばかりですので、今日は若干の嘘を交えながらのアニメ情報をお届けしましたけれども、その時にはちゃんとしたお話ができるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では西賀さんお願いします。はい、皆さん今日は、ありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。我々もこうやってノルのメンバーで集まって皆さんに会えることをとても楽しみにしていまして、で実際こうやってね一緒にやることによってたくさん皆さんの笑顔も見られましたし、我々もたくさん笑顔にさせていただきました。そんな素敵なノルのネット今度アニメになります。まあね、すごく皆さんの小春ちゃんが出た時のキャーが一番でかかったなという印象でございますけれども、まあ、みんなねノルン号の一員になったつもりで一緒に楽しんでいただけたらなと思いますし、またこういう風にねアニメになるっていうことによって、みんなで集まってこういう楽しいイベントができるようなことがあればいいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、それではカジさんお願いします。はい、本日はご来場いただきましてありがとうございました。2階席の方もありがとうございます。そうですね、このノルンドネットという作品は本当最初のゲームが発売してからだいぶ時間が経っていますし、それにもかかわらず単独で前回イベントがあったり、そして今回のような機会があったり、そしてテレビアニメ化が決まっていたりと非常に盛り上がっている作品です。今日もキャラクターのイラストが出るたびに皆さんが歓声を上げられているのを聞いて、非常にこう作品愛の強い作品だなと僕自身もステージの上にいて強く感じました。アフレコ始まってまして、さっきも言いましたけど本当こう相手との距離感とか関係性っていうのがより身近に、僕ら自身も分かってきたところがあって、そこでの朗読劇だったので非常に、楽しく最後まで、演じることができました。次は皆さんもおっしゃってましたけども、アニメ、そしてアニメに向けたイベントあるかもしれませんので、その時、フルメンバーで皆さんとまた再会できたらなと思っております。何よりもまずはアニメをよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。では続いて佐藤君。はい、ノルンのイベントとしては2回目ということで、今回、下野さんと一緒にですね MC を仰せつかったんですけれども、会場にお越しの皆さんの、おかげをもちまして務めることができました。まずありがとうございます。ありがとうございます。今日ですね朗読劇ご覧いただいたんですけれども、今日この会場で感じていただいた、空気をですねそのままアニメの中でまた膨らませてですね、皆さんに感じていただけたら嬉しいなと思いますので、これからもノルンのネット応援よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。はい、皆さん、今日はどうも本当にありがとうございます。今回ですね、そのラジオからの、つながりというか、流れというか、佐藤君と2人で MC をやってきたわけなんですけれども、ところどころね、こういろいろと、拙い部分もあったんじゃないかななんて個人的に思っておりますけれども、皆様にものすごく、楽しい時間を提供できたのではないかななんて個人的に思っております。アニメの方もですね、本当にフルメンバーがどんな活躍をするのかというのをですね、放送されるまで、皆さん胸をねこうときめかせながらお待ちいただき、そして、オンエアされた時にはですね一緒にまたこうお会いできるねイベントなんかがあったらいいななんて思いつつ、全員でこれからも、ノルンのネットを応援してそして盛り上げていけたらいいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。さあということで、皆さんと楽しい時間を共有できて本当に良かったです。またアニメ化についてもですねこれからたくさんの情報が出てくると思いますので、今後ともノルンのネットをよろしくお願いいたします。そして今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。
Thank you.